こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。とうこです。はい、今日はうんとマンウィズアミッションくんとミレイちゃんがあのコラボしている鬼滅の刃なんとかの編の主題歌絆の奇跡の練習しましょう。 A メロなんだけど A メロテレレーンって歌ったらもう一回テレレーンなんかあの同じ繰り返しなんだよねメロディーの。で最初はオオカミくんが歌ってで次ミレイちゃんが歌うんだけどオオカミくんはあの小さい「ツ」を入れた跳ね方「ツッ,ツッ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 っていう入れ方でリズムを取っているのに対してミレイちゃんは「フン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 」っていう。 あの N を入れたリズムの取り方この違いがあの歌って面白いし聴いてて飽きないリズムになっているのねとってもよくできてるよねなのでこの違いを楽しんでいきましょうじゃあ最初ね「うんたうんた」っていうリズムでとっていくよ「闇夜をかけぬけて」 「どこへ向かう」をやるねそして「月明かりだけがただひとつの道しるべ」やってみようねいくよはい「闇を駆け抜けてどこへ向かう」「月明かりだけがただひとつの道しるべ」いけた 月明かりだただ一つの道しるべ闇夜を駆け抜けてですね。そしたら次、うんと、ミレイちゃんが N を入れた歌い方をします。最初はエッジを入れて痛みも、ああ、これ入れるね。痛みも、 早くやると「痛みも悲しみも拭いきれず」「金ですね」で「されど」っていうふうにウィスパーを入れてこの胸の炎は消えさせないそしたらうーんリズムに乗せようね。 拭いき,きれず、されどこの胸の、炎は消させないうんと、上からしゃくれる人は消させないのけは、上からでもいいね。もう変やってみようか。されどこの、胸の炎は消させないそしたら次ね。うんと、今まで、んたで来てたけど、ここで、急に、 たがために僕たちは」っていう表打ちに変わりますリズムが最初取りにくいねでうんと「タ」は最初の「タ」はしゃくるよ「タあってそしたらあとはうんと「はのところに線引いてあるんでそこに合わせて歌ってみてください「たがために僕たちはこの思いを貫いて」 闇を咲き日の下で。そしたら、光さって急にまた歌い出すから、忙しくなるからね。はい、じゃあ、たがためにから歌ってみるよ。うんと、普通の白年、ね、はい、たがために僕たちは、 その思いを貫いて闇を咲き火の下で光さす日までっていう風になります。で、闇を咲きは、うんと、やとさの言い方を工夫した方がかっこいいね。うんと、闇を裂きってやると闇が裂かれてる気がしないじゃない。で、アニメって大げさな描写になってるから ちょっと、こう、闇をとか、さきとか、うん。ちょっとかっこよく歌ってあげると、すごく締まるね。うん。で、この B メロだけが表打ちなんで、このやとさを工夫すると、ちょっとラップ調みたいな風になって、急にかっこよくなるね。はい。それで工夫してやってみてください。闇をさき、日の下でってやったら次、光さす日まで。で、 こっからが、うんと、サビ。サビなんだけど、うんと、サビよね。解き放たれた心に宿した日よ。あの子たち、狼じゃん。だから、群れで吠えてるじゃん。ね。で、あの、だから、うんと、A メロは一匹だけで歌ってるけど、サビは、その一匹の音に、 ダブリングって言ってあのいろんたくさんのコーラスをその一匹の声の上にのせてるんだよねだから結局まあ群れで吠えてるんですけど私たちはさあの人間だし一人で、ね、そのカラオケ行ってこの歌を歌う時は一人で一つの声で歌うでしょであの歌い方を真似すると さっき私が歌ったじゃんああなっちゃうんですよすっごい棒じゃないあの全然音程とリズム合っててもあのうまくは聞こえないじゃんねだからあのあれは狼用ねで今回はあの人間用に一人で歌ってもかっこよく聞こえるようにアレンジをしておりますそれがこちら なので皆さんはカラオケに行ったらこの歌い方であの歌ってみてくださいそうするとあの上手にねあの聞こえると思います、うん、ちゃんとそのように作ってあるんでじゃあその人間用のやり方でやってみるよサビは「ときはなたんでたここんろに宿して 歌ってみようかせーの「ときはたんでた心に宿したひよ」歌えた「ときはたんでた心に宿したひよ」これをカラオケで歌うとかっこいいからじゃあ次ね「舞い上げは」の間は強く「舞い上げ」って言ってあげるで「 ま、とえ、いま、よ、あ、は、ちょっとだけ上から持ってくる音を。の、向こう、がん、わえ。わに、わを強く言う。がん、わえって、がん、わえってやってみるよ。じゃあす、前上げね。 舞い上げまとえ今夜明けの向こう側へってやったら次ミレイちゃんが君がいるこの世界もう一度愛せるまでって言うんですよで愛せるまでは愛せるまでイをちょっと跳ねる愛せるまで もう一度愛 c もう一度愛せるまでっていう言い方。そしたら次、狼くんが若いのち果てようともつないで行こうって言うんだけどつないで行こうの音程が取りにくいのね。ちょっとだけだよ。ちょっとだけ取りにくい。まあ、その前から歌っていくと勢いでいけるっちゃいけるの。 で、うんと、もし、どうしても、音が取れないなっていう場合は、っこうを、ゆっこうっていう風に、小さいつ入れてあげると、取れる。からやってみて。若いのち、果てようとも、つないでっこう。ってやるね。あとは、うんと、生まれたを、絆が紡いで生まれたを、うん、生まれた。 生まれたって言えばもう完成だね。絆が紡いで、生まれた奇跡をこうなるね。生まれた、絆が紡いで、うま、うま。これを早くやると、絆が紡いで、生まれたっていう風に聞こえると思います。はい。じゃあ、うんと、 もう言い,言い残してないと思うから、これで十分、上手には歌えます。はい。ぜひやってみてね。またね。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。